こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日はライブ告知をします。まあ、しつこいぐらい言ってるんですけど、ちょっとこのライブはね、みんなに見に来てほしいので、しつこく言います。ですね、7月30日、プラチナ食堂さんでライブをやります。竹内愛さんというね、メジャーの人とね、対バンをやることになっております。弾き語りでね、回ってこられるんで、俺も弾き語りで迎え撃つというような感じなんですけれども、ですね、曲も大体決めました。今回はね、爽やかな、毎月のね、歌も結構取り入れながら、あの歌も初めてライブでやってしまうかとか思ったりもするんですけど、ちょっと爽やかめな選曲になってるのはね、事実なんですけども、まあ、ざっくり考えてね、2部構成というか、2部というか3部ですかね。ちょっと、賑やかにやって、しっとりとやって、激しくやって終わるみたいな。そんな風に考えてます。もう一回ね、おさらいしときますね。7月30日土曜日、プラチナ食堂さんでやります。オープンが6時半、夜の6時半からです。で、スタートが7時です。夜の7時からスタートということになってますんでね、よろしくお願いします。竹内愛 vs 日月真嗣ということで、ツーマンですね、2組でやりますんで、今回はちょっといつもよりはステージ長めにやりますんで、またたくさん曲ができるかなと思ってます。夏の歌もやる予定ですし、ちょっと懐かしい可愛らしい歌もやろうかなと思ったりもしてるので、お楽しみに。プラチナ食堂さんはね、車で、行くととても便利です。電車で来てもらってもいいんですけどね、郡山駅からちょっと歩かないといけないので、車で来てもらうと駐車場たくさんあるのでバンバン止めれます。大阪から来るんでしたらね、もしかしたら車の方が早いかもしれないので、車でも電車でも、来てほしいなと思いますね。7月30日、プラチナ食堂さん、ぜひ来てください。よろしくお願いします。まあ、ついでに告知すると、その次の日、7月31日もプラチナ食堂さんで、電脳幻想夜会やりますのでね、連日、プラチナ食堂さん、奈良でね、活動ということになりますんでね、電脳幻想夜会はお客さん入れますんで、2時半オープン、3時スタートということになってます。今回は、なんと総楽団、アコの狼です。今回は正木くん欠席なので、アコの狼。で、日月誠二と、西村理恵さんと、DSD さんです。まあ、今回もいろんなバリエーションのね、演者さんが出ますんで、楽しんでもらえると思いますんでね。ぜひ、配信で見るか、それかプラチナ食堂さんにね、来てください。よろしくお願いします。ということで、今週末は、土曜日、日曜日、どちらもプラチナ食堂さんとやりますんで、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。